天馬東照宮でダジャレです。小江戸川越にてミュージシャンの意地と意地とのぶつかり合い、それが何でかダジャレ対決であります。あとは本田が死んだって、下ネタ振動体ファンタジスタショットガン、しないチクチュ、どちらが勝つことになるのでしょうか。エマニエルフリ、この必勝合格と若さ加減に磨きもかかったこの2人、必勝、それでは始めることにいたします。ちょっとクオリティが上がってるね。またダジャレになってますけど、調子がダメだよ。はい、ダメ。これで配りません。汚れをこうね、落とすっていう、そういう儀式みたいな、はい、やってみます。たまえ、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 左腕がちぎれ、腹へたまえ、流れればいいんじゃないですか。ああ、いいんじゃないですか、流れぐらい。全部許してください、全部許してください、全部ごめんなさい、俺が悪かったです、全部ください。新緑氷川神社にこう、エマ参道っていうのは俗エマニエルって言ったあるはず、ここじゃないのこれ、エマニエル出すから早まった。エマニエル、これこんだけエマがほらねえ、エマ押ししてるんだもん。あー、めっちゃ俺めっちゃ、まあ、後悔ここでしたよね、ここだったね、ここでした。氷川神社フェイスブック始めました。それではご披露、氷川神社の素材でお願いします。氷川神社はですね、七五三で有名で何組も来てたんで、いました、いましたね、たくさんいました。七五三ということで、七五三、わーおいやいや、うん、ちょっとね、七五三、七五三、うんと、父は、あ大きいかなと思ったら、パッとかみたいな、僕ちょっと胸好きなんで、こいつパッとかみたいな、あの鳥居の文字を書いたのが勝海舟だってことですね。ちょっとその勝海舟で行きました。勝海舟勝海舟神道優太、いやこれ勝った、神道優太勝った、これがいやいやいや、勝海舟、勝って、待ってます、待ってます、勝海舟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 、いや分かってますよ、勝ってます、でも勝ってるじゃないですか、勝つ怪獣、負けてないですよね。ということで、しょっぱいもん食いたいんですけど、しょっぱいもん、ご褒美にしょっぱいもの、しょっぱいもんなんか食べますかね。しょっぱいもん、しょっぱいもんってもうしょっぱいもんブレードか、しょっぱいもんブレードですよ。で、最後の最終決戦、最終決戦、もう最後に使用感が半端ないよ。いやこれからですよ、せっかくあのショットガンさんがちょっとこう、いやもうあのね、神業的な片鱗をせっかく見せたのに、多分お昼食べたら元気になりますね。寝るな固まるな、また固まります。おー、お疲れ様、いいっすね。お茶飲んでこうね、お茶が飲みしてこう、あの目覚まして、さやま茶しょっぱいも食べて、あれなんか、パレスチナみたいじゃないですか、パレスチナみたいな、パレスチナだ。まあ分かります。聞いたことない。パレスチナって戦何こう戦場みたいな感じで。はいはいはい、内戦の。あれ祭り会館。祭り会館出ます。コンピューターで。あれコンピューターで。あすげえ。これ何すかこれ。どれこんなにこうトイレ。公衆トイレだね。アート。
光かご。光ないか。あ、光って夜じゃないですかね、じゃあ。ねえ。夜か。今だからやっぱ甘味どころが多いよね。外側の大好きなコーヒーがありますね。え、俺コーヒー好きでしたっけ。いや嫌いじゃないですけど、結構飲みますけど。ソーセージ食ってビール飲んで、もうなんかその辺のあの上野ぐらいの親父ですよね。上野にいるね、いっぱい。醤油飲む、うどん、ちょっと待ってます。入りますか。これ、白がいいな、やっぱ駄菓子料としてしょっぱいもん。しょっぱいもん。せんべい売ってます。せんべい、せんべいはな、食べちゃうよな。あ、だから駄菓子で何でしたっけ。こんな作んなきゃダメでしたんでしたっけ。そこで、はい、ここであの素材をあの集めてください。ここなんてところ通りでしたっけ。ここは蔵の町並みです。はい、蔵の町いっぱいほらお店あって素材いっぱいありますから。はい、昼食ということで、はい、外側から何食べました。なんか本汁、本汁定食です。本汁釜飯ですね。本汁釜飯ですね。あ、知ってますね。なんちゃって。あ、すげえ桜が浮き出てるんだって、傘濡れると。濡れるとすげえ素敵なの。で、今引いた感じほら。それではご披露、蔵の町並みでお願いします。蔵の町並みと醤油と時の鐘を使いまして、くらー、なんでそういうこと言うかね。くらは使、くらは使ったんだ。くら使いました。あ、まあ、どうですか、まあまあ、3つかかってるんですよ。まあまあまあ、あ、これやばい、これ3つかかってますからね。3ポイントじゃないですか。3つかってますから、言うかね。お、これやばい。ほら、どうですか、振動言うた1本。あ、早っ。もう一応念のために、不戦勝念のために、念のためにいいですか。一応聞いておきましょう。念のために私、時の鐘と蔵の町と かけましたじゃねえ。時の鐘と蔵の町、はい、それを、ダジャレまして豊木の鐘と暮らします。え、豊木の、ちょっと微妙な、時の鐘と、時の鐘と蔵の町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 、時の鐘と暮らします。時の鐘と蔵の町、時の鐘と暮らします。時の鐘と蔵の町、時の鐘と暮らします。時の鐘と暮らします。時の鐘と暮らします。うつろは目で永遠と言われても困るんですけど、またすいません、ダジャレになってませんけど、どうしますかね、これ。いや、ここかなり、自分の、ここかなり、自分の感覚ではかなり、やっちゃった。振動言うた一本。大正ロマン、夢通り入りました。川越散策、素材を探してください。また来た、素材探しが。始まりました、素材探しの、素材探し。お時間でございます。酒ありますよ。ずいぶんともうね、ショットガンさんなんか顔ね、あから顔でいらっしゃいますけど。いや、はい、まあ、全然っすよね。靴持ってかない。またも靴持ってかない。いや、ダメだぞって。痛いのは正常。正常ですか。いや、すごいな、痛くないですか。それちょい痛そう。いや、痛いです。痛いのが正常、痛くないし、おかしいよ。痛いです。あ、これ気持ちいい、これ気持ちいい、ここ。ここ気持ちいいね。あと一瞬、もう一回ぐらいに。あ、これ気持ちいい。あー、気持ちいい。あー、気持ちいい。あー、気持ちいい。これでちょっと健康になったんじゃない、これで。これ、ここだめ。
そん中の一つが一つでも入ると運気は良好ですってことです。恋愛運ですか。いやいや違います、たまたま前にあるからですよ、別に関係ないですよ。そんな恋したいんですか君は。恋愛運ですね。はい、ダメ。こんなに恋愛したいんだ君は。コツつかないっていう割には。はい、ダメ。失恋決定。しまった。何先出てきたの。それではご披露、大正ロマン夢通りの素材でお願いします。大正ロマン夢通り、大正ロマン夢通り、はい、大正おかん言う通り、お見事。大正おかんの言う通り、おかんの言う通り、これはいいんじゃないですか今。今日で一番いいんじゃないですか。なんかもうリアクションが薄くてもう悲しいわ。よし、じゃあ俺もちょっと、もう行きます。私行きます。ちょっとまあさっき神社見ましたし、今日神社たくさん見たんで、まあ総括ってことで、情熱のあるダジャレシリーズパート1行きます。ちっちゃダメだ、生きろ、生きるんだ、その命尽きるまで。それ曲にかけてるんですか。その命尽きるまでみたいな歌詞なかったでしたっけ。そういう話じゃなくて、面白いかどうかって、面白いかどうかって、面白いかどうかって、その判断はそこだけなんだ。死んじゃダメだ、死んじゃダメだ、死んじゃダメだ、すみません、ダダ滑りですけど、死んじゃダメだ。しましょう、これダダ滑りしましたけど、これはちなみに、これはちなみに情熱はあるかもですよ。やめてキラキラしてキラキラ、これはちょっと困りましたね。これは両者引き分けですか。引き分けか。もうなんかね、大接戦ですけど、最終決戦地はですね、あの小江戸くらりっていう割と最近できたね、あの施設がありまして、お土産がね、あ、お土産もあるし、もともと酒蔵をこう潰して作った施設なんで、美味しい日本酒も用意してあるって、そういう情報をいただいてますんで、はい、日本酒飲んじゃいますか。そちらですね、はい、そちらでもう最後にこう火花を散らしてもらおうっていう、そういうことになっております。最終決戦地の小江戸くらり来ちゃいましたけど、やってますよね、これだけガンガンやってますね。
なんか蔵ごとになんかこういろんなブースがあるみたいですよ。そのなんとか蔵とかなんかいろいろなんかはいあるんですけど。瓶のやつ買えるじゃないですか。瓶の。川越名物 B 級グルメのね、お弁当どれどれ。はい。どれどれ。太麺焼きそば。その。あれ間違えた。それではご披露、小江戸くらりの素材でお願いします。川越はさつまいもが有名ということで。あれあれ雨降ってきた、雨降ってきた。あれ傘持ってんのに傘さつまいも。いや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 どうですか、綺麗じゃないですか。さつま、さつまっすよ、もちろん。もちろんさつまっすよ。いや、じゃあかぶせないのもらっていいですか。俺のにかぶせないのもらっていいですか。さつますか、俺の傘。いやいや、やめてください。もう俺の効力が弱まるんでやめてくださいよ。あ、なんかちょっと行きます。ですね、蔵元にやってきたってことで、蔵元でお酒を飲みました。蔵元ですね。冷たい夜にさよなら。来た。こんばんは、倉本春です。倉本春佐野本春倉本しんどい言うたんぽー。圧勝でしょ、圧勝。圧勝ですよ、圧勝です。もうね、ダジャレ王はね、進藤くんです。もう間違いなく間違いなく進藤くんです。はい、分かってる。ちょっと目が笑うかなったらちょっと思うし。絵はね、良かったんだけど、やっぱ父が本当は俺なんか、そのね、言葉でね、なんかイメージしちゃったのよ。あれパッと音かな。あれシリコンみたいな。ちょっとそこ夢膨らんだから、ね、今しんどくて。よかったわ。逆の意味もありますね。あれ意外に、まあ、そっちもありますね。だから言うたら、もう響きだけで七五三意外にこう実体験で結構あるからね。七五三面白かった。前のバス行けたじゃん。いやいや、体に慣れつければいいんだけど、朝から君風呂入ってないからってさ。入ってます、ないですか。